か？鬼滅の刃。超人気じゃない？私は全然あんまり見てないタイプなんでわかんないんですけども。あ、見てないよって人もいるんだ。よかったじゃん。あ、見てない人もいますね。さあ、というわけで、ショールーム。4日ぶりぐらいかな。4日ぶりぐらいに配信してます。ライブ配信ちょっと、おサボり気味だったんですけども、今日からまた配信始めていくので、お付き合いよろしくお願いします。さあ、ギフト、ソフィラさん、ターボーさん、カズオからいただいてます。皆さんありがとうございます。ありがとう。ご相手はどなたですか？あ、ツイッターですね。またツイッターはよく情報は調べてから皆さん、つぶやいてください。明るいね。ちょっと待ってね。明るい。さあ、ギフト、赤字のポジション、ありがとうございます。風が吹いてますね。ね、すごい風吹いてる。寒いんです。お、まつエクしたなって。そう、4日前は松江区外してて、気づいてくれてるファンの方もいたんですけど、すごい。松江区したんです。ちゃんと私今日メイクしてるし。名前変わるの？って。名前変わるから仮なんですよねって。違う。みんなね、勘違いしすぎ。私が吉川優カッコ仮ってツイッターのアカウント名に変えたんですよ。でもその時期が、変えた時期を見れば納得すると思います。なんで吉川優カッコ仮になってんの？結婚するからみたいな、みんなつぶやいてたんですけども、吉川優カッコ仮ってつけた時は、なぜかというと、仮面に合格したからっていう、仮面合格したやつの仮をつけてるから、吉川優カッコ仮にしたんです。勘違いしてる人結構いた。そう、吉川優カッコ仮は仮面のカッコ仮です。びっくりしたよね。さあ、他にもびっくりしたこと、この4日間で、ね、結構、まあ、ジュースの横あり公演だったり、あとモーニングの佐藤正樹ちゃんが卒業発表ということで、時代がどん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 変わっていく。大変だ。ね。佐藤ファンは落ち込んでる時期なんじゃないでしょうか。我が分。さあ、ギフト、ロンゲさん、かっちゃんさん、ターボーさん、ソフィラさん、赤白ポチさん、ありがとうございます。吉川は変わらないねってきた。すいません。いろいろ勘違いさせてしまいました。落ち込んでないよ。大変だよね、みんなね。みんなは今何してるんですか？土曜日。土曜日の10時。何中ですか？鬼滅見てる人。何してんのかな、この時間帯。ご飯中、家でゴロゴロ。G1、GP 見てる。GP、F1？ 晩ご飯でじゃがバター食べてますって。やだ。鬼滅とヤンタン聞いてますっていう。二刀流も。明日ちなみに私、急遽、競輪番組の方に、アベマの競輪番組の方に出演させていただきます。明日結構バラエティ寄りの、番組みたいな、結構激しめな番組になりそうなので、ぜひ、楽しい番組になるので、ぜひ見てください。
競輪の番組です。明日時間は、1時何分かな？ 1 時30分ぐらいの放送かな？確か。なんかね、午後帯だった気がする。ぜひ見てください。1時半ぐらいだった気がするな。ぜひぜひ。さあ、ギフト、アンさん、コッシーさん、ありがとうございます。結構、鬼滅見てた？見てません、私。なんかね、ダメなんです。見れないの、鬼滅の刃、いまだに。あ、1時50分ですね。1時50分からの回。午後ですか？了解です。はい、午後です。確か午後だった気がする。ぜひ見てください。明日結構楽しいんじゃないかな。あら、カズオさんからミラーボールいただいてます。ありがとうございます。すごい光ってる。ありがとう。すごい。ありがとうございます。さあ、ギフト、ターボスさん。ありがとうございます。追加で。明日はパイパイデカミさんとご一緒ですね。なのかな？なんかあんまり見れてないのであれなんですけども。いや、マスカレーホテル面白かったぜ、だって。ああ、映画見に行きたい。新作の見たい映画が結構あるから。いいね。今月、多分、緊急事態宣言が解除されるみたいなので。いろいろとあれだとは思うんですけども。いいですよね。解除されて落ち着いたらちょっと見に行きたいな。さあ、ヤイアンさん、ギフトありがとうございます。さあ、マスミンさん、今日は鍋食べたようだって。羨ましい。私、今日はさっき、みんなでピザ食べました。ピザと、今、マックのカフェオレ飲みながら、鬼滅見てます。あ、スズムシ鳴いてるね。聞こえる？スズムシ鳴いてます。外、真っ暗。さあ、ヤンヤンさん、ギフトありがとうございます。人生方向音痴さん、自分はピーマンの肉詰め作りました、だって。いいなぁ、美味しそう。美味しそう。ピーマンの肉詰め。蚊に刺されない？今は大丈夫です。なんかさ、蚊ってさ、わかんないけど、寒くなるといなくなるない？蚊。なんか暑いと出てくるとさ、夏とかさ、寒くなると蚊って出てこないよね。じゃない？なんかそんなイメージがある、蚊。あ、そりゃ季節ものですからって、そっか。そういうものね。あ、そういうものなんだ。今の時期はでも出ますよ、だって。そう、もう今すっごい寒いから、びっくりする。で、また台風来てるから、また雨が来週ぐらい来るんですよね、週末。あ、でもまだ出るようだって。買って寒いと活動できないからね、だって。あ、そうなんだ。蚊は活動する気温が決まってるようなものですか？へえ。ですって、皆さん。あ、ギフト、人生方向音痴さん、ありがとうございます。そう、だから、もう、すっかり気温が夏から秋に変わってきたので、本当に寒い。さすがの私ももう今、長袖着てます。もう寒すぎて。まあ、裏着もないからスカスカなんですけど、これ。すごい寒い。風気をつけてください、みんなも。あ、でも台風まだ来るかわからないだって。あの台風。
でもちょっと天気悪いみたいですね。今日はお外からなので、ちょっと短めしか配信しないように思ってたんですけども、そろそろ本当に寒くなってきたので、お家戻ろうかなと思ってます。これからはベランダの季節じゃないでしょ？ね、ほんと寒い。気をつけてください。さあ、みんな鬼滅見るかな？鬼滅何時までだろう？ 9 時からやって、今1時間13分だから、まあ、10時。もう終わりでええよって。寒い。ということなんで、ほんと今日短くて、明日また生放送終わってから配信したいなと思ってますので、ぜひ見てください。明日は1時何分からの放送ですね。目充血してないだって。嘘。充血してるかな。そうかも。お風呂入れよって。わかりました。お風呂入って。明日生放送見てください。さあ、ギフト。ソフィラさん、カズオ、人生方向音痴、ヤンヤン。皆さんからいただいてます。ギフトありがとうございます。今日は4日ぶりの配信でした。短い時間だったんですけども、ありがとうございました。すごい、鬼滅、11時40分まで鬼滅なんだって。恐ろしいね。まだ全然あるじゃん。メグさん、今来ただって。もう終わっちゃいます。すいません。今日はもう、お開きです。さあ、みんな、素敵な夜を過ごしてください。ありがとうございました。ほんとちょっとしかやれなかったんですけども、また配信するとき連絡します。さあ、おやすみなさーい。夜更かしすぎるなよってわかります。はい。さあ、ギフトくださった皆さんありがとうございました。おやすみなさーい。ありがとう。